はいどうも、今回も気になる男シリーズでございます。今回はですね、ショート動画についてちょっとお話していこうかと思います。今ご覧いただいているのは、実はショート動画ではなくて、私のよく見るね、あの、英州県カンフーのチャンネルなんですよ。専門チャンネルですよね。で、今ご覧いただいている動画が26万回再生されて、11ヶ月前。で、このチャンネルのオーナーさんは、チャンネル登録、まだ10万人いってないんですよね。ということなんで、 まだ銀の盾にも達していない YouTuber さんなんですけどもこのねカンフーの使い手円春運の使い手むちゃくちゃ強いんですよでものすごく速くてパワフルなんですよねですんでねものすごくやる気になるようなチャンネルなんで好きなんですけどもこの方もね YouTube のショート動画を始めたんですよそうするとまあもともとこの YouTube チャンネルのコンテンツが多かったのもあったんですけどもそれをね切り抜いたショート動画っていうのがむちゃくちゃ評判になりました もともとこういったカンフー系って一瞬で技が決まるじゃないですかなかなかと見るもんじゃないですよね真剣勝負もだいたい30秒とか1分で決まっちゃうんですよそのぐらい、えー、達人ってのはね勝負を決めるのが早いわけなんですよねテレビドラマみたいにもう時間をかけてねクライマックスでね必殺技だって叫んでる暇ないわけですよ本当に拳を絡めた瞬間に必殺技のコンボコンビネーションがバババーンといくんでもうね圧倒的な力の差が出るわけですよね それでショート動画の方を見てみましょうか。これ YouTube チャンネル自体は、まあ言ってみればそんなに特殊するもんではないんですけども、ショート動画のね、威力ですよ。ちょっと字がちっちゃいんで下の方に振ってますけども、左からね、103万再生、次392万再生、18万再生、138万再生、168万再生、それぞれが10秒前後の動画です。ね。本編よりもショート動画の方がこれほど回るんですよね。で、このチャンネルは私みたいに、 あれこれことテーマをやるんじゃなくってもうこういった技に関してのみやってるんですよ、まあ、ですんでね世界中の武術家がこれからこのショート動画を通じて本編の方を見に行くんじゃなかろうかというふうなねそんな形ですもうちょっと動画の方ショートを見てみましょうねそれぞれ19万138万373万80万53万で253万791万426万96万899万と1000万回を超えてるのもあります すすごいですよねだからこういう格闘技のトレーニングとか実践編っていうのはほんとその他ショート動画に向いてるものって結構あると思うんでそういったものでチャンネルを固めると結構ショート動画もね使えるんではないかなと思いますこれがまあ狙ってできるショート動画の誘導の例ですショート動画で本編にこう引きずり込むって感じですよね場合によっては本編の動画を切って切って切ってショートにしてばらまくっていうのもいいかもしれません そうするともう外注化もできますしね。はい。そしてですね、今回、これとは全く違って、ランダムでの利用方法なんですよ。で、私の YouTube チャンネルでショート動画が最もヒットしたのが2週間前のこの動画です。大金持ちになる瞬間って感じで、単なる ATM に行って、何の変哲もない預金通帳に書き込むところをただ撮影してるだけの16秒の動画なんですよ。で、これが71万回出してるんですよね。 私の全ての動画の中で一番再生数が回ってるのがこれです、うん、だからあれこれと編集したりね高価なトランザムとかを撮影した、うん、50万回よりもこっちの方がいいってことなんですよ再生数ではねまあこれはねあの2つの例を比較したんですけどもつまりはねこちらのランダムでの利用方法っていうのは誘導には全く使えてないんですよでコメントもだいぶ出てるみたいですけども多分私の YouTube チャンネルそのものに来ることはないでしょうね えつまりこれはこのショート動画で行き止まりっていうパターンなんですよですんで先ほどのように誘導型にはなっていませんまあここまでお話してお分かりいただけたと思いますけどもショート動画はショートで止まる動画なのか誘導型の本編に引きずり込む動画なのかこういったものが大きく使い分けのコツになってきますでえっ、ー、と明日ね対談させていただく12月20日の21時から対談させていただく え覆、ー、面 YouTuber のタカさんなんですけども実はねショートをねやり込んで1ヶ月ぐらいもういろんなチャンネルでやり込んだらしいんですよこれテストマーケティングですよねえー、この1ヶ月ショートをかなりやり込んで感じたことなんですけどもやっぱりね完全にランダムだなと思えるところが多かったらしいですつまり私のランダムの利用方法っていうのですよねで急上昇で再生されてやっぱりね数万回とか10万回以上の再生もバンバン生まれてくると でタカさん自身35万以上回るそんな動画もテストなのに出たらしいんですよでタカさんの場合は1ヶ月間ペナルティー覚悟で、まあ、複数のチャンネルを運用してさまざまなあ結果をもぎ取ってきたらしいんですよで今回私もねこういうふうな大きく2つに分けてっていう例でショート動画の利用例をお話ししましたけどもタカさんはもっともっと掘り込んだものをねやってくださってるみたいで私のところにもねレポートが届いてるんですけどもちょっとこの場では紹介できませんので えー、ぜひね、ユーチューバーとしてデビューしたい方、これからはね、ショート動画も絶対無視できません。ですんで、ショート動画を制する者が YouTuber を制する、そんな時代になってきました。有名 YouTuber さん、ヒカルさんとかね、それからヒカギンさんとか、そういった方も、ショート動画はまだね、同じスタートラインです。ですんで、これから始めていこうと、YouTube を見ている方は、ショート動画を攻略すること、これも全く無視できません。ですんで、その辺も、明日はね、 引きずり出しながら素晴らしい対談になっていくと思います。それではご期待ください。12月20日21時から動画概要欄に Zoom の URL をつけておきます。よろしくお願いします。それでは、お疲れ様です。